頭で考えるボレー。はい。自己肯定感を上げるテニスコー加藤です。あのー、今回、ボレーするときに、こうした方がいいよっていうのを、下半身を視点にお伝えしたいと思います。まあ、ボレーの動画ですね。はい。あのー、選手層から私もですね、たくさん上げてますので、まあ、実演の動画を見たい方はそちら、えー、見てください。何万回再生って言ってるのもありますので、よろしければお願いします。まあ、今回この、 これをしっかりと意識すると、ボレーうまくいきますよって言ったコンセプトでお話してます。こちらのチャンネル35歳以上の方が8割します。はい、最近10代、20代の方増えてきてます。あと65歳以上の方がね13、13%、もうそろそろ14%ぐらいにいきそうなぐらいです。まあとにかくテニスを楽しく真剣に一生懸命やってる方対象に。 動画を1個目はこういった技術のね,ね動画でもう1個は雑談で、まあ、本音で解決策はないんだけど、はいえー、一緒に共感していただいたりとかあ,あるあるっていう点でねコメントいただいたりしてますねよろしければそちらの方もですね「あの加藤の雑談魂ハッシュタグあの何番」今何番までってうかな30番ぐらいまで言ってますかねなんでよろしければ、えー、見てくださいでは 行ってみましょう、まあそのボレーなんですけどあのー、まあ、よくあるのが「振らないで」とかあとは「ヘッドを下げないで」これが一番多いですが手首使わないでって。でこれって全部共通して言えるのがそのつま先の向き、まあ、足の置き方になってくるんですよ。でまあ、今ちょっともしよろしければねあのー ちょっとボレーの形を作っていただければね、自分の足、つま先の向きとかわかると思うんですが、あのー、下半身ね、やっぱ上半身でどうしてもこう動いてしまう方、あとボレー振らないでって言われてる方っていうのは当たってからこっちに行っちゃうんですね。体の反対側。だ自分の反対、この、例えば左側にボー,ボールが来たら左側で完結する。右に来たら右側で完結するっていうのが、まあ、 その正しいボレーの解釈というか、ね、うまくいくボールが浮かないためにもこうしっかり打つためのポイントなんですねなのでちょっとね自分のこの今の足の運び方まあボレーってリズム2つ12でいきますよねちょっとねあのー、エアーでやってみてくださいでどうなるかで3パターンねあの足の動きなのであると思うんですけどもまあ基本的にはボール来た方の足を1じゃないですか 例えばこれを足で、ね、そっちに打つとします足が、まずは状態が半分向いて、こう、1、外側の足が1ってくるじゃないですか。で、インパクトするときに、この足で前に蹴り出しながら2。だから、1、1、2で、こう入っていく。もしくは、そのまま片方の足を横向けて1。で、2本目の厚まさきは2。これが2つ目。で、 もうう個は1の,まま1のままラケットだけっって言っちゃうこっちの足が出てこない。こうガチョーンみたいな感じで、えー、ボレーする。まあ、このパターンが大きく分けられると思うんですけど皆さんどれのパターンでなっていますかでこれ足の向きってほぼ共通して同じなんですね。 で、まあ、答えはというと、まあ、うあ分かっているよっていう方多いと思うんですけど、つま先の向きで1 2す、横に向く。これ一番大事なんですね。はい。で、まあ、3番目の、こっちでボレーするっていうのはもう緊急の時にこう回避するのはいいんですけど、結局、こう入っちゃうと、下半身でボールの力を受け止められずに弾かれちゃうし、だから外側の話で1、2はこのまま間違いですね。で、多くの人が、その2番目にお話した子で、結構ね、気づかない方も、 多いと思います。なので、もしよろしければ、ミスショットをしたときに、つま先の向きだけ、ちょっと意識してください。で、フォアボレーはなんとなく、修正ができるんですけれども、バックボレーって特に、この傾向があるんですよ。例えば、こっちに1って入って、打つときに、2で打ってるつもりが、あの、強くボール打ちたいとか、ボールなどか,かわしたいと思んで、こう、こういうつま先のやり方、 する方多いで後輩、ね、横に入ってるのにこっちでだんだんひどくなってくると正面向いたままこう入っちゃうボディーターンをせずに正面向いたままここで何とかしようとするだからラケットが体の外側に流れてしまう打った後にでヘッドが出てきちゃってこう手首を使わないでって言われるとかあとは振らないでって言われる振らないでって言われる多く,多くの人は他の動画ではねあの細かくご説明さしあげてますけど 握る延長で振っていけば絶対こっちで止まるんですバックボレーも特にこうね、片手で打つときでこう切りがちなんですけど、バックボレーもこの状態でチョップするような感じで、握った延長で打っていくと絶対体の前にラケットが出て終わるんですよ。こっちにはいかないんですよ。テニスでやられる方でも間違いな体が開いちゃうんですね。で、それを直していくために、つま先。つま先がしっかりこう横に入って踏み込むときつま先。 だから回転、腰を回転させる運動では打っちゃダメなんですよ。これ雑談コーナーで話してたんですけどね。あの回、回、あの、腰を回せる人回してない人。手に吸って、はい、ね、回転運動、平身運動、上下運動と。この三つのエネルギーが絡み合ってボール打っていくんですけど、モレーの場合は、そのまま横向いたら、腰ね、向いたらこのポンポンって、平身運動で打っていくので、体を回す力が優先になってしまうと、 こうやってミスしちゃうんです。だからそれを強制するために、右足、左足、ラケットだいや。右足と左足とラケットを一緒にね。あともう一個、いや、足の向きできてるんだけど、ボール浮いちゃうんだよね。振るなって言われるんだよなって方は、ちょっと今言っちゃいましたけど、踏み込んでからスイングしちゃう方。だからリズムとしては、1、2があインパクトと同時に、もしくは当たった直後に足がポンってつく。っていうのが、正しいボレーの入り方なんですけど、そうじゃなくて、 1,2で、こっちの前が出てから、ラケット振っちゃう。だから、ボールをこう、ラケット面で抑えきれずに、ラケット面の上でスイングしちゃって、ボールを抑えられずに上に浮いちゃう。変な回転かかっちゃって、ね、チャンスボールだってパチンって決められちゃうっていうことになってしまうんですね。だから、一つは、まずご自身の、 ボールが浮いているとか、振っているとか、手首使ってるって言われた時の足の使い方。この2歩目がちゃんとできているかどうか。2歩目が1、ね、横、もしくは斜め横になってポンって入って前に入るときに、こういうつま先の動き、足の動きをしてないかどうかってちょっとチェックしで、ここのまま入れてる。いや、でも全然、こっちの足に対して平行に前に進んで、ほぼ入れてるっていう方は、それでもダメだって時は、 ここの後にラケットボールを打とうとしている。この二パターン、回避できれば、ボレーって確実に上達します。で、グリップがどん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 厚くなっていく方の多くは、正面向いちゃってボール飛ばせないから、なおさら握りが厚くなって、もうストロークみたいなグリップで、こうやってボレーしちゃう。でもまあ、厚く握った方が、 なんかあの力が入りやすいから強いボール打った錯覚に落ちるんですね。でも強いボール打てるけども確率悪いしね、あのー、もうそれこそアウトもするしいなせないしコントロールもできなくなる。厚、まあ、いボレーの人って厚、まあ、く握ってるんだったらもう高いのは取れるけど低いの来たらもう上手な人にはトン,ントンとやられてしまう。でコースも制限されて。逆にあの平行陣に出てきて、あちょっと苦手なと思ったしその人グリップ見てみてください。 グリップ見た時に厚ければ、それをショートクロスに落としたりとか、ドロップするのってすごい難しいんですよ。だから強くスイングしてこないなと思った時は、もう確実に当たり底の短いボールでポイント取ることしかできないから、そういう場合は前だけケアしていけば、意外と攻められます。あと厚いグリップの人はちゃんと足元をスピンで沈めていけば、確実に次のボール浮いてきますから、ペアの人がパンって決めることができます。はい。なのでね、だからグリップが厚いって言われる人も、 このつま先の動きさえ正しく理解できれば、あとはその1、2のリズムで入ることができれば、確実にグリップ治ってくると思います。まあその苦が先か卵が先だみたいな話になってしまうんですけど、だから、グリップが厚い人は、もしかすると足の運び方が間違ってるから、厚くなってるから逆にグリップ強制しようと思うとなかなかできない方は、足のこのつま先の入れ方が間違ってるから、 だから平行人とかはね、あのー、技術をちゃんと身につける前にね、あのー、やってしまうと、正面向いたまは何とかしようとしちゃうんですよ。でも体ってちょっとこう入りますよね。こう入ります。そこで前でしのいでいくっていうのが、ボレーの一番大切な基本になってくるので、そういった点をちょっとね、あのー、気にしていかれると、確実にボレー上達します。この下半身、ね、つま先の使い方って大事なんですね。だからボールにこう体をぶち当てていくには、 だって、やっぱり手で受け止めるよりも体で受け止めた方が速いボールとかも回転かかってシュッと落ちてくるボールも受け止めやすいじゃないですか。それをしていくにはつま先の動き、このつま先の向きですね。これが大事になっています。ちょっとボレー苦手だなぁと思う方ね。もしよろしければ、こちらご参考いただければと思います。よろしければ、他の動画とも兼ねてご参考いただけると幸いです。今日はこれで終わります。どうもありがとうございました。